お片付け、おしまいです。先輩、お腹いっぱいになりました？全部きれいに食べてくれてありがとうございます。さあさあ、先輩。こっちに来て食休みしましょう。膝枕してあげますよ。大丈夫です。食べてすぐ横になっても牛になんてなりませんよ。それに、もしなっても私がお世話してあげます。なんちゃって。冗談はともかく、ほらほら、早くこっちに来てください。首、痛くないですか？高さ大丈夫です？辛かったら言ってくださいね。先輩の髪の毛くすぐったいです。よしよし、よしよし。こうしていると、世界に私たちしかいないような気がしてきちゃいますね。お、そうだ。耳かきしてあげましょうか。私、こう見えても得意なんですよ。まあまあ、遠慮なさらずに。ちょうど、耳かき棒もここにありますし。それじゃあ、お耳、見せてもらいますね。そこそこ溜まってますね。やりがいがありそうです。お掃除していいですよね。ね。ありがとうございます。では、早速始めますね。なんだか楽しいですよね。ですか？痛くありませんか？もうちょっと強くします？あ、これくらいがちょうどいいんですね。じゃあ、入り口の方からカリカリってしていきますよ。ちよさそうな顔してます。カリッカリ、クリックリってされるの気持ちいいんですね。家族にも上手だって評判なんですよ。先輩もしたくなったらいつでも私に頼んでくださいね。痛くならないように優しく優しく、でもしっかり力は入れて。丈夫かな。次は奥の方までカリカリしますね。カリ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 、そーっとそーっと取れました。あんまり溜め込んじゃダメですよ。私は楽しいですけど溜まったらまた私にやらせてくださいね。約束ですよ。さあさあ、もっとキレイキレイしますからね。先輩はそのままリラックスしていてくださいね。先輩、だらしない顔。お腹もいっぱいで眠くなってきちゃいました？もうすぐ終わるので、あと少しだけ我慢してください。耳かきカリカリ。もう少しきれいきれいですからね。書き終わりました。で、まだ仕上げが残ってるので、じっとしててくださいね。何をされるか不安ですか？大丈夫です。痛くはないですから。では、いきますね。ふーふー、ふーふー。くすぐったいですか？我慢してください。ふうふうして細かい汚れを吹き飛ばすのが最後の仕上げなので。少し強く。最後にもう一つ。綺麗になりました。輩の耳を見ていたらつい。こんなこと家族にはしてませんよ。先輩の耳だけ特別で。先輩、もう少しだけペロペロしてもいいですか？ありがとうございます。では、失礼して。これ、なかなかいいですね。先輩の耳、私のペロペロで綺麗になって、テカテカしてます。欲しいですか？私のわがままでペロペロしているんですから遠慮しないでくださいね。先輩が気持ちよくなってくれるなら私ございました。今度こそ耳掃除おしまいです。耳ペロペロ気持ちよかったですか？もっとしてほしそうな顔をしてます。そんな名残惜しそうな顔しなくても大丈夫ですよ。反対側もちゃんとしてあげますから。片耳だけじゃ気持ち悪いですもんね。